日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらセブンイレブンの丹波しめじと卵あんのおうどん、ムースホイップととろっとわらびプリン黒蜜カスタード&ホイップのシュークリーム、そして視聴者様からコメントで食べてほしいといただいたフィリピン産バナナをいただきます。バナナ1本入りがなかったので3本入りですが、まあ好きなので3本なんで余裕で食べられちゃいます。かっこ変なフラグ立てる。さて早く食べていきましょう、おうどんが冷めないうちに。それでは熱々おうどんで温まります。いただきます。視聴者様におすすめしてもらえるって本当は動画の出会いが自分に幸福をもたらしてくれてますよ。そのコメントに答えるためにもしっかり食べてレビューしていかないとね。だけどその前にとで実際食べてみると、おーこれはですね、うわだだシュークリームではひいきがもっとパクパク食べていかなきゃ。いい、はい、三脚がちょっと高すぎたかな。もっとうまく調整できるやつ買わなきゃダメかって何の話をしてるんだ。まずはセブン商品のレビューだ、レビュー、違うこと言ってる余裕はない。ごちそうさまでした。最初に食べた丹波しめじと卵あんのおうどんは結構生姜の香りがきつかったですね。なので卵はね優しい味なのかなと思ったら結構ピリ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 っときまして、なんだろうな、ちょっと思ってたのと違ったかなとは思いました。で次に食べたこちらの視聴者様おすすめのバナナは、普段スーパーで買ってるバナナも結構ふっくらとした食感になっていて、噛んだ瞬間にふわっと優しい甘さが広がってきて美味しかったです。バナナ好きな自分からしても大満足でした。これおすすめしていただいた視聴者さんありがとうございます。で次に食べましたこちらのカスタード&ホイップのシュークリームは、なんか噛んでる時にシュークリームが飛び出しまくって悲劇になりましたけど、多分動画上は結構早回ししてたと思うんですけど、あーってなってました。ただカスタードクリームのコクとホイップクリームのさっぱりとした味わいは楽しませてもらいましたよ。でムースホイップとトロットわらびプリン黒蜜はなんだろうな、プルプルとした食感と結構ネバーっとしたわらびの食感がどちらも喧嘩することなく同時にうおーっときて、結構甘さが強めでしたね。なので黒蜜だと思って優しいのかなと思うと意外と驚かされるかもしれません。今日食べた中だと最後に食べたムースホイップとトロットわらびプリン黒蜜が結構甘さのインパクトが強くて美味しかったので代表として5点とさせていただきます。バナナも美味しいんですけど、自分は代表にするにはもう一押し何か変化球があった方が良かったかなと思いました。まあバナナに変化球ってでも難しいとは思いますけどね。コメントしていただいた視聴者さん申し訳ありませんが採点は厳しくさせていただきます。というわけで本日は視聴者様におすすめでいただいたバナナを含めたセブンイレブンの商品4品を食べてみましたが、あなたの商品選びの参考になりましたか？参考になったら嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるともっと嬉しいです。ではまた次の演目でお会いしましょう。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。